ちょっとね、結構急いで入れるとね、溢れるんで、ちょっとずつね。これでエンジンかけてみよう。ダメだったら嫌だけど。止まりそうなんだよね。全身がいいんじゃん。やべ、やっぱ走れなくなっちゃうね。舌がつっかえてっから。舌がつっかえてっから走れなくなんだわ。舌がつっかえると空回りしちゃって旋回できなくなっちゃう。一応ね、念のためにここでね、もう最悪あのハサミかカッターとかノコギリで重みをねカットしちゃうしかないかもしれない。果たして大丈夫なんですか。ここに上がれるんでしょうか。
旋回できないっていうね。このあとはもみが破けないことに乗るしかない。はい、いいよ。この下にね落ちる予定です。もうちょい、はい、ちょっと待って、ストップストップ、ちょっとバックして、あって、あれが合ってないからちょっとね、はしごのスペースが合ってないんで、抽出できるんでしょうか。あ、もみがね見えてます。下に引っ絡まってますね。いよいよ、まだ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 、もうちょっと前、あ、なんか出そうな気がする、生まれそうな気がします。もうちょい、もうちょい前、もうちょい、まだ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 、はい、ここで一回止めてサイドブレーキ引いて、あ、離していい、はい、じゃあサイド引いてちょっとね、これで抜けっか、大丈夫です、抜ける抜ける、抜けそうな感じだ、から見えない。ひょっとして。力のが見える、案外と下に挟まってて取れないという。ちょっとね、あそこにね見えます、このように、このように下にもみが挟まってるので、あれはねこれからちょっとね潜って救出してこようと思います。これでバックしたらダメかな、これでバック、これでここが一番高いんだっけ、これでバックすればなんか落っこちそうな気がするんだ、そのまま横になっちゃってるね、横横だになってくから、ちょっと一回潜って、あるあるね、ん、動かさなければ大丈夫じゃん。やばい。ピチャピチャピチャやんねんがいい。カッターで締めやん、カッターこなんだから。これこれでもなんでもいいし。そこにもっと一回しっかりしたタグが。動かねえんだ。そうやって動くんだらいいな、カタカタ。動かめ？動かないですね。ね、動かねえやんだ。カッターで締めよ。カマで切っちゃう。カマで切っちゃったもんです。あれ俺の運転手にカッターがあるんだわな、確かに鎌ではなかなか切れ目、これ鎌なら切れるし、ちょっとね、じゃあ鎌で切っちゃいます、危ないという、じゃあそうか、めんどくさいことに、あ、横にちょうど結局潜ることにはなってきてる、やっぱそれも強かったって、どうしようもまだ使えるから、行けそうな気がするね、少し抜けば抜けるよ、あ、来てる来てる、行けるね、これこれで、これでいけんじゃない、どこ行くの、ちょっと待って、はい、
はい、これで大丈夫だ。これでバックすれば大丈夫。抜けた抜けた。うん。いや、多分まっすぐバックすれば大丈夫ですね。よくよく。これでね、なんとか大丈夫だと思うんで。行きますね。下に。やっとこれ救出大作。下に落っこったか大丈夫で。バックね。果たして大丈夫でしょうか。オーライ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 。大丈夫。オッケーオッケーオッケーだよ。バックバック。あ、落ちましたね。はい、なんとかね、下から落ちました。救出成功です。戻りましょう。バイバイ。もうね、大変だから。じゃまたね、稲から始めたいと思います。それでは。